はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は、タクスオーバーリボーンの有用アイテム、ウィングブーツを大量に入手する方法をご紹介いたします。場所は死者の宮殿の36階となります。アタックチームの左上にいるコガトリスさん。今回のターゲットは、あのモンスターです。では、実際どのような形になるか、動画をご覧ください。はい、トロフィーが出ました。ウィングブーツ。で、アイテムを回収したら、スタートボタンを押して撤退を選びましょう。これが一周になります。あとはこの形を繰り返すだけで、大量にウィングブーツを集めることができるんですけれども、どのようなね、ユニットで集めるのがベストなのかということを次に紹介いたします。まずは最初にアタッカー。今回はオズマのテンプルコマンドを採用しております。重要点はビーストキラーを使えるユニットかどうかというところです。ですので、テンプルコマンドないしドラグーン、または、ロードデニムといったあたりが候補になるのかなと思います。武器は必殺技2回程度攻撃できる高威力な必殺技を使えるユニットがいれば問題ありません。ウェイトターンが90というところが一つ重要なところです。アタッカーのウェイトターンが90ですので、必殺技をね、使えるように MP 回復できる杖を採用しております。今回はオリビアです。ウェイトターンが89。そして、アイテムを回収するユニット。これはウェイトターンが91ということで、すぐに行動できるようになってます。装備は特に関係ございません。で、最後に撤退するユニットですね。一応デニムを採用しております。この4ユニットで周回すれば、効率よくウィングブーツを集めることができます。ただし、あのコカトリスは必ずしも出現するわけではないので、もし出現しなかったら、その時はね、偵察で確認した後撤退ということを繰り返せばいいです。コカトリスの出現率自体は、まあ高くも低くもなくというところです。出てきましたね。まあ2、3回周回すれば、まあ出てくるよねというくらいですので、そんなに出現のために何回も撤退と偵察を繰り返すことはないかなというふうに思います。このような形でウィングブーツを量産できるので、簡単ながら本日の動画は終了させていただきます。またのご視聴お待ちしております。ではまた次の動画で。バイバーイ。